ちょっといいですか？いえ、その、サイ様をどこかでお見かけしなかったかと思いまして。そうですか。酔ってほどじゃ、ちょっと意見をお聞きしてみたかったことがあっただけなので。いえ、大したことじゃありませんから、自分で考えてみます。それじゃ、これで。ありがとうございました。うん、カツトさんにもついてますよ。ほら、ここですよ。したんですか？腰を引いたりして。はあ、おう、本郷じゃないか。どこを見ている？こっちじゃ、こっち。おう、どうした？あよ、こっちに来んか。
人生の伴侶は良き食べ物と良き酒、そして彩りとして少しばかりの荒事があってくれれば申し分ない、そういうものじゃろ。お主は相変わらず軟弱なことを言うの。何が？何か急ぎの用事か？その程度のことであれば心配あるまい。わしが口出しするまでもなく、のんなら自分で裁量の判断ができるじゃろうし。仕事？そんなもの酒を飲みながらしたところでどうということはあるまい。やかましいの。細かいことを気にしとらんで、お主も付き合え。ほれ、はよ受け取らんか。こぼすなよ。せっかくの酒がもったいないからな。さあ、飲むがよい。遠慮せずグイッとな。なんじゃ、お主酒は飲めんかったのか。きつい？この程度がか？知らんのか、ハイカールというのじゃが。うん、内地ではパイチューとも言うがな、穀物を醸して作る酒じゃよ。何をブツブツ言っておるのかは知らんが、どうしても飲めんのならそこに置いておけ。何がじゃ？これくらいの酒、この辺りでは生まれたての赤子でも飲んでおるぞ。さすがに赤子は言い過ぎたか。まあ待て、酒は無理でも少しくらい話に付き合ってくれてもよかろう。この程度酔っているうちには入らん。酔っておらんと言っておるだろう。なんじゃ、そんなところに顔を押し付けたりして。まったく、
男というのはいくつになっても乳離れができぬものよな。やれやれ、軽く引っ張っただけなのに簡単に重心を崩しおって。お主、鍛錬が足りておらんのではないか。そういうことならわしが相手をしてやってもよいぞ。わしでは不満か。手加減くらいはしてやるぞ。人間離れだと？わしのような可憐な乙女に向かって、なんと失礼な。なぜそこで首をかしげる？それくらい気と武を極めれば誰にでもできることじゃ。やる前から諦めてどうする。お主にその気があるなら気の扱い方くらいわしが教えてやるぞ。特訓をする前にまずは体力をつけるのが先じゃ。一日に10里は走れるくらいにならねば話にならん。ねえ、あれもダメこれもダメとわがままなやつじゃな。扱いどうこうの問題ではあるまい。お主の心意気がなっとらんだけじゃ。力をつけねば生き残っていけんぞ。せめて自分の身は自分で守れるくらいでないとな。そうそう、あのいつものほほんとしているように見えるのんでさえ、必要なら急接婚で戦うこともあるのだぞ。こんなことで嘘をついてどうするの。しかし何ついこの間のことを思い出してしまってな。あれはなかなか使うのにコツがいる獲物でな。という具合に自分の胸にも邪魔されてなかなか楽しいことになっておった。なんじゃ？しかしま、あれは本当に面白い見せ物だったぞ。相手も随分戸惑っておってな。でYeah!
その必要はなかったからな。わしが手出しするまでもなく、ノンが自分で型をつけたということじゃ。ノンはあれでなかなか筋がよくてな。慌てずに自分の間合いで戦いさえすれば、波の相手に負けることはあるまい。強くなければ一軍の将にはなれんさ。もっともノンは腕っぷしの強さではなく、志望を認められて将となっているのだがな。ほう、志望に自信があると？ならば身をもって示してみよう。武芸であろうと志望であろうと、実際に力を見せねば誰も認めてはくれぬぞ。いい心がけじゃ。期待しておるぞ。なぜじゃ。なんじゃ、どうかしたのか。仕事など酒を飲みながらしたところでどうということはあるまいと言ったじゃろう。メイリン？なーに、あんなひよっこに何を言われようと気にせんわい。そもそも宗家のご令嬢殿は今でこそああやってえへんと威張っておるが、昔は泣き虫でな。いじめられているところよくわしが助けてやったものじゃ。それがいつの間にかあの通り偉そうな物言いをするようになってしまってな。まったく、わしはあんな風に育てた覚えはないぞ。私も育てていただいた覚えはありませんが。偉そうな物言いをするようになってしまって申し訳ありませんでしたな。これからは少し気をつけるようにいたしましょう。な、なあ、本郷よ。わしはもしや、ここに飛び込んだウサギか？ぬ、もはや死にたいということか。さて、サイ殿、そろそろ観念されましたかな？
よろしければこれから兄さんお話ししたいことがあるのですが。いや、遠慮。できるとお思いか。ここでは周りの迷惑になりますから、場所を変えましょう。待て、メイリン。話せ、話さんか。ホンゴ、黙って見ておらんで助けろ。この薄情者が。